こういうですね、人がですね、無理して恋愛をするのはともかくお付き合いまでしちゃうとですね、疲れるだけで良くないと思うんですよね。だ,だからといって、付き合いなしで恋愛だけしようとすると、だいたい不倫化ホストにはまっちゃうんですよね。シマウマさん、20代の大学院生です。彼氏がいるのですが、好きかと聞かれれば、まあ好きという程度です。えー、彼氏と電話したりですね、デートするより、 勉強する方が楽しいと思い、面倒くさく感じたり、別れようかなと思うことがあります。ですが、彼氏がいない時は欲しいと普通に思うし、友達が彼氏のメリットは彼氏がいると言えること、と言ってて、それも共感してしまいます。まあ、わかりますね、えー。自分は人を大好きになれないと割り切ってもいますが、恋愛を楽しみたいと思う自分もいます。どうすれば恋愛体質になるでしょうか 高校生ぐらいまでは割と恋愛に没頭したこともありました。書いてます。あの、どういうふうに答えようかな。僕ね、あの、焚き火好きで、去年の秋ぐらい行ってましたよね。僕、焚き火好きで。 焚き火グッズ買ったんですよ。で、庭で焚き火してるんですけどもですね、キャンプには行かないんですね。グランピングとかですね、いろいろあるんで、行こうかなと思ったんですけど、結局行かなかったんですよ。で、多分行かないと思います。憧れるんですけども、行ったらね、嫌な気持ちになるのが分かってるんですよ。だってね、旅行して、なんか別のホテルで寝るだけでもう僕は睡眠不足になっちゃうんですね。いつものベッドのいつもの姿勢で寝たいんですよね。だから僕は、あの、キャンプとか行かないんですよね。で、あの、相談者のなんだ シマウマさんだ。シマウマさんはですね、あの、同じようにですね、焚き火は好きだけども、恋愛は苦手っていうのと同じようにですね、恋愛は好きだけどもですね、付き合いは苦手っていうタイプだと思うんですよね。だから現実に付き合うと僕が、焚き火好きなんだからキャンプも好きに違いないっていうのと同じようにですね、ところが実際にキャンプに行っちゃったら多分疲れるのと同じように、実際に付き合うと疲れるんだと思います。恋愛好きなんだけどね。だから、そういう人はですね、 土日にキャンプに行ったよって言った時に、なんか優越感あるじゃないですか。人に、え、いいな、いいな、どうだった、どうだった、と思ったらもう、キャンプのストレスが吹っ飛ぶ。<laughs> キャンプに無理して行って、なんとかこなして疲れて帰ってきた、疲れが吹っ飛ぶのは、月曜かようにですね、キャンプにいたっていう自慢話の時に、みんなに、うわ、いいな、いいなって言われた時に、疲れが吹っ飛ぶっていうのがあります。それじゃないかなと思うんですよね。その一瞬の優越感みたいなものがご褒美で、こういうですね、人がですね、無理して、 恋愛をするのはともかくお付き合いまでしちゃうとですね、なんかあの、あまり疲れるだけで良くないと思うんですよねだ。だからといって、付き合いなしで恋愛だけしようとすると、だいたい不倫化ホストにはまっちゃうんですよね。なのでそれもおすすめできないと。 どうしようかね。マッチングアプリで、あの、適当な会話だけで楽しそうな相手を2、3人見繕ってですね。で、LINE だけで、なんかこう、あ,あの、会えないけど、遠距離だけども話しようねっていうような彼氏作ればいいんじゃないかなと思います。絶対に会わないけど、まあ、妄想するとか。 関係繋ぐだけが一番いいと思います。えー、ステッカーあげますのでですね。そこら辺よく考えてみてください。あの、僕はあの、なんだろう、うキャンプに行かない焚き火ファンとしてあなたの気持ちはよくわかりますけど、ここがずれてたらすいません。いやー、ここらがね、ずれてるとしょうがないですけど、実際ね、自分が好きなはずなんだけど、疲れることってありません。だから僕が60超えたらこれはもうプラモデルダメだなって思ったのと同じようなもんじゃないですかね。 同じじゃないか。20代の女子大生、大学院生の恋愛相談と63歳のプラモデルとの差は大きいよな。でもまあやってて疲れることが多くて実はめんどくさくて。それは相手が悪いんだ。もっと本気で恋に夢中になれるな、相手がっていう、ね、ことをよく言うんですけども。絶対そんなことないと思いますよ。次ですね、えー。サイコパスと結婚して幸せになれますか、えー、リノンさん女性20代。 突然ですが、私には復縁して結婚するか迷っている元彼がいます。元彼なんですね。彼は岡田先生と同様にサイコパスです。<laughs> ああ、そうですか <laughs>、えー。結婚向きな人格ではないけれど、私にとってはたまに話すと冷静な視点が頼りになり、こちらの気持ちを考えた言葉をかけてくれる親友のような存在です。彼と復縁結婚して幸せになれるでしょうかうーん、えー。サイコパスだと思う理由が、まあまあ書いてありますね。合理 的な思考と相手の顔色を伺うのが得意で会社では出世コース ただし、快楽に溺れ、溺れがちで、酒癖と女癖は最悪。金遣いも荒く、女性には養ってもらいたがる。自分の身の安全を考えられず、半年に一回ぐらいの高い頻度で酔って大怪我を負う。実の父親、母親、兄弟に対してあまりにも冷淡まあまあ、この元彼がサイコパスとしたらですね、随分能力が低いサイコパスかなと思うんですよ。会社では出世コースっていうのは、 金遣いあるく女性に養ってもらいたがるっていうのがあるので僕は能力が低いなっていうふうに思うんですけどもなんか自分の有利になる人を機嫌を取るのがうまいわけですよねで有利になるかどうか分かんない人にとってはもう急に極端に冷たくなるんだと思うんですけどもあんまりね頼りにならない気がするんですよねあのだって肉親に冷淡なんでしょしに冷淡なな人はあたたと結婚したら 結婚したあなたや子供に対してもやっぱ将来は冷淡になると思うんですよね。 だから今はこの女はその付き合ってる間この女は俺に対して快楽を与えてくれるというですね自分にとって得な存在だからサービスをするかも分かんないんですけども過去に自分に対していっぱいいろんないいことしてくれた両親に関しては冷淡なわけですからですねまあそれの扱いが自分と子供に回ってくると思った方がいいと思うんですよだから未来的にね負担になるからこの彼とは遊びで終わらせるのがいいと思います。 基本的になんでこういうふうに言うのかというとサイコパスを結婚相手として選ぶんだったらその代わりにこんな能力能力っていうのはつまり実績があるで選ぶべきだと思うんですよいわゆるサイコパスを過ごすのは面白いと思うんですけども幸せにはしてもらえないですよだから幸せになれますかという説問であるんだからこう言うんですけども自分で幸せになる私は自分自身で勝手に幸せになる 自信があるからサイコパスの彼と結婚すするだったら、全然反対しないんですよね。まあいわゆるその能力があるサイコパスというのはフェラーリとかそういうのと同じようなもんですごい刺激的で遊び相手にはいいんですけども日常生活で使うにはストレスしかないし自分自身もリスクがあるのであんま良くないと思うんですよ。で 他人に幸せにしてほしい人は、そういう根性なしはサイコパスに手を出すべきじゃないんですよ。あの、私を幸せにしてほしいっていうふうに思っている人は、絶対にサイコパスと結婚しないようにしてください。で、そうでなくて、私一人で幸せになれるという自信がある人のみ手を出してもいいですね。まあ、家電じゃないんですよね。コンセントに突っ込んでスイッチ入れたら、コーヒーができます、お米が炊けますというようなですね、家電ではなくて、もうキャンプみたいなもの。 キャンプが楽しいかどうか自分自身の能力次第というかですね、まあ、シチュエーション選び方次第というので、まあ、それと同じで,ですね僕は生まれた時にです、ね、心臓に先天的な血管があってもうほぼほぼ8割の確率ででで死ぬというふうふに言われたんですよ、ね、心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと。 ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですねとにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあそれでまあ僕は生きてるんですけどもいやすいません今のコメントで「こんな立派なサイコパスになって」って書いてあって <laughs> まあまあその通りですよね愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね